皆さんこんにちは。今日は京都祇園四条にやってきました。この辺りがやっぱり、ね、河原町有名ですよね。京都観光には欠かせないそんな場所かなと思います。そんな祇園の町巡っていきましょう。今日もよろしくお願いします。私がこの辺りに来た時は二新そばを食べたり、夜しかやってないお団子屋さんに行ったりっていうのをねしたことがあります。今回は丹波屋さんというんですかね、道沿いにあるお店で美味しそうなお餅売ってました。醤油のお餅に海苔を巻いているということで、これは美味しいですね。海苔巻かれることによって風味が本当に増しますよね。とても美味しかったです。今回この祇園に来たのはお目当てのお店がありました。それがこちら、鍵前義房さん。鍵っていう名前がつきますからね。最初お菓子屋さんだとは思わなかったんですけれども、かなり歴史あるお店ということになっています。佇まいもとても風貌があって涼しげな、今ね夏なので涼しげなのれんがかかっていました。少し待って奥の喫茶スペースに入ることができました。いやー、ずっと来てみたかったんですよね。嬉しいです。一番の目的は水羊羹だったんですが、こちらの喫茶スペースではくず切り、こちらが大変有名なんですね。黒蜜と白蜜選ぶことができます。そしてこちらは落雁になっています。菊の模様ですかね。落雁は創業当時からの名物ということになるそうで、300年以上は少なくとも営業されているそうですよ。そしてこちらがわらび餅、1200円です。美しいですね。きな粉のかかり方からね、ちょっと格式を感じます。上品な感じですよね。もう見た目が美しい。きっとここに来られた海外の方とかは非常に嬉しいんじゃないかなと。そしてわらび餅には黒蜜をかけることができます。そのまま食べても美味しかったんですけどね、まあ、せっかくなのでつけていきましょう。蜜をつけるとさらに甘みが増して美味しかったです。そしてこちらはくず切り、やってまいりました。この器で出てくるんですね。最初これ何かと思いますよね。この状態でやっていきます。タワーのように高いんですけれども、ここから、ね、大きな蓋取り外しまして、最初に見えるのは蜜です。私は白蜜を頼んでみました。そしてその蜜を外すとくず切り、泳いでいるという形になります。くず切りは1400円というお値段でした。鍵前義房さんはその歴史が深すぎて、もういつ創業したかはっきりわからないっていうぐらいね、昔から営業されているようです。江戸時代ですね、300年以上前には少なくともあったんじゃないかというふうに言われています。最初の名物というのが、まあ、落雁ですね、になるんですけれども、その落雁もね、私のイメージする落雁と少し違いました。結構食べやすいなと思いましたね。乾いたお菓子よりもこう水を含んだね、生菓子の好きなんですけど、まあ、落雁すごく美味しくいただけました。そしてくず切りはもしかしたら人生で初めて食べたかもしれないんですけど、非常に冷たくてみずみずしくてすごいなと思いました。こちら吉野くずの本くず粉というのをね使っているということなんですね。ね、なかなか違い私わからないかもしれないんですが、とにかくチュルチュルっとして冷たく涼しい気持ちになることができました。お土産には水羊羹購入していきましたよ。水羊羹は竹の中に入っているんですが、竹、なんと本物の竹を使用しているそうです。すごいですよね。ということは若干形が違ったりするということなんですかね。面白いです。今回は祇園四条で降りて街並みを探索してみました。いかがでしたか。今回この動画はここまで。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。